もう瀕死かもしれない、ね、なんだろう、髪がよれてきてるな。これで張りがないってことかもしれないね。おはようございます。7時過ぎたとこです。おはようございます。ジャン君、ポンちゃん、今日はなんとかのゴミの日があって早く起きるのと、オープンマイクを野外コンサート的にやるんだっていう話があるので、行くかどうかはまだ分かりません。ちょっと、昨日明け方近くまで映画を見てしまってですね、ヘロヘロでございます。で、ジャン君とポンちゃんにおはようだけ言って、もうゴミは捨ててきました。それからアレクサ、スワヒリ語でおはようはなんて言うの？おはようをスワヒリ語で言うと、アスブインジェマ。分かんなかった。みたいなやつ。はい、おはよう。昨日はいい気になってずっとアレクサと喋っていました。楽しくっていうか、なんていうかよくわからないけどね、いろんなことがふっとわからない時には聞くっていう癖をつけようと思います。アレクサ、ありがとう。いつでもどうぞ。ほら、こんな人です。ポンちゃんすごいね。アレクサ、ポンちゃん、ジャン君、よいしょ。はい、はい、どうぞ。よかったね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。シュリシュリ、ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、そこをスリスリするとね。なんか、こんなことになっているよ。さあ、生配信あと10分でスタートします。ポンちゃん。ポンちゃん。スリスリが止まりません。はいはい。お利口さんね。気持ちよかった？スリスリ気持ちよかった。利口さんね。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんの下に敷いたらね、下でプルルルってなった。あ、ポンちゃんご飯食べに来ました。よいしょ。ポンちゃん、
お茶かい。トイレに落ちた。また後で遊ぼう。これ。何でしたか。もう瀕死かもしれない、ね、何だろう、髪がよれてきてるのかな。これで張りがないってことかもしれないね。仕方ないっす。終了。今日はもう寝ます。